ニクさん、ルーシーお疲れ様です。お疲れ様です。秋になってきたということで、はい、出社服やりたいと思います。出社服ということで、はい、今回はミッションがございます。一押しのアウターで出社着てきてください。アウターか、アウターね、はい、明日、もう明日か、明日です。わかりました、はい、よろしくお願いします。お願いします。おはようございます。今日はこちらで設立させていただきます。よろしくお願いします。おはようございます。おはようまい今日秋一押しのコーデということなので、グレーブラック系とブラウン、はい、2色でコーデを組んでみました。はい、結構落ち着いた感じの、はい、シックなクールな感じにしてみました。はい、でアウターは、はい、アウターはヤヌークで、これリアルバイスやつなんですけど、はい、テーラードジャケットをチョイスしました。これなんか実は私が持ってたジャケットをベースに、はいはいはい、サイズ感とかいろいろジュンがね試行錯誤してくれたので、うん、買わなきゃですよね。はい、でこのジャケットに合わせたのが珍しくハイウエストルース、すごい珍しいね。なんか皆さんやっぱりワイド系がやっぱ多かったと思うんですけど、うんうんうん、秋冬になってくると結構細め、やっぱロングブーツに合わせるってなると、あ、そうですね、スキニーかルースあたりかなと思って、うんうん、はい、選びました。ベルトもちなみにそれはやんなくてですよね。もちろんですよ。こちらルースタッキングとのコラボ、もうこれも制服かのように気に入ってます。締まるというかコーディネートなくても可愛いと思うんですけど、うんうん、今期はねベルトがトレンドでもあるので、はいはい、秋冬も使っていきたいと思います。ロングブーツにはアトリシアのスキニーを合わせるような印象があるんですけど、うんうん、ハイウエストルースを選ばれた理由は、はい、これも実は最近リアルバイしたやつで、はいはい、なんかこうね、もちろんピタッとしたのも合ってるんですけど、うん、このちょっとゆとり感、ゆるさ感が逆になんか大人っぽいなと思って、確かにピタッとするよりかは足のラインをそこまで拾わない、うんうん、っていうのでルースにしてみました、うん、インしても全然その、くしゃってなりにくい言葉が出てこない朝だから、ルースも全然ロングブーツインはおすすめで、あと割とこうジャケットとか着るときは髪の毛をこうピッとピシッと、これオイルとジェルでまとめてるんですけど、あ、確かにいつもよりちょっとこうもっとピシッとしてるような感じですね。ポイントはこの前髪、かわいい前髪作ったんで、そうここをちらっと出して、でも抜け感ですよね、そこが。そうですね、ここね、あまりやっちゃうとね強めなので、うんうんうん、かわいさ出しつつの、はい、すっきりね見えるように、それこそ骨ストなんでこの辺はねやっぱり確かにニットの時とか割と私髪上げがちかもです、うんうん、冬場は。コツストって結構秋冬難しいんですよ ね、この辺がボリューミーになっちゃうので、うんうんうん、すっきりするようにしてますね、顔周りとか首元は。はい、ではミキさんありがとうございました。ありがとうございました。来てる恒例のファッションメイクでーす。イエーイあ、こんな感じで来る。すいません、打ち合わせ中に。あ、いえいえ、いつ来るのかと思って来てくれました。秋アウター来ました。じゃあ早速見せてください。はい今日はワンウォッシュを履きたかったので、これを最初に選んでからコーディネートしようかなと思ったんですけど、秋アウターってことだったので軽めの羽織としてちょっとモヘアのカーディガン選んで、ブルーなのでインディゴと相性いいかなと思って統一感みたいなのを出しつつ、秋に向けて重ための雰囲気にしなくてこういうコーディネートにしました。なるほど、なんか全体的に柔らかいなんか印象で、すごい素敵ですね。そうですね、ありがとうございます。だいぶこのモヘア の、 あの素材感がちょっと柔らかい感じにしてくれてるかなと思うんですけど。そのカーディガンは、はい、あれですよね、ヤヌークですよね。あ、そうです、ヤヌークの、レディースの、これ展示会で見た時に、もう一目惚れして絶対買おうと思って、もともとカーディガン好きなんですけど、すごい去年とかもよく着てって、うん、で今年もちょっとなんか欲しいなと思ってたところでこれを見つけたので、もう即買いしました。なるほど、はい、どういうところに惹かれたんですか。色ですかね。あー、なるほど。古着でもないし新品でもあんまりこういう色合いの組み合わせって珍しいなと思うので、確かに薄いベージュにちょっとブルーが入ってるのがなんか新鮮だなと思って。男性が着ても女性らしい可愛らしさみたいなのがそこまで出なくて、うん、本当は単色のデニムと合わせようと迷ったんですけど、はい、なんかそれだとちょっと可愛すぎるかなと思ったので、あー、なるほど、はい、ワンウォッシュで可愛すぎないようにしてみました、うん、で中に着られてるのは半袖の T シャツ。そうですね、ちょっとまだね微妙な気温なので
はい、室内でこう温度調整とかできるように、まあでもちょっと着たいっていう気持ちが先行してなるほど履かれてるデニムのシルエットは、はい、これはメンズのルービーですね。ルービー、はい、ワンウォッシュはもう出た時すぐ買ってずっと履いてるんですけど、でもすごい色落ちっていうか結構長いですか履かれて。あ、そうですね、もう出た当初からなので1年ちょっとぐらいは履いてるんですけど、ちょっと青くなってきた気はします。若干でも全体的な色落ちがすごい綺麗ですね。ありがとうございます。ちょっとワンウォッシュとかリジットはあの綺麗に履きたい派なのでガシガシ洗濯はせずに綺麗に履いてます。はい、ではリフトさんありがとうございました。はい、では佐野さんお願いします。お願いします。今日のコーディネートはどんな感じですか？今日はお気に入りアウターの方を着てきてほしいってことだったので、結構何年か着てるレザーのアウターを軸にコーディネートを組みました。やっぱ秋になるとブラウン多くなりますか？多くなります。もともとグレーよりブラウンの方が持ってるものが多いかもです。なるほど。そのアウターはいつ頃買われたものですか？3年ぐらい前かな、のインポートのレザーのジャケットで、なんかあんまりオーバーサイズじゃないので、結構こう普通のシャツの形、結構細いですけど、真冬とかはこれをシャツとして着て上にオーバーサイズニット着たりとか使えるので、結構薄くて軽くて着る頻度は高いです。普通に合わせてる今日のデニムは、今日はブーツカットのデニムを合わせました。はい、どういや、めっちゃいいですか？綺麗に、はい、似合ってます。言わせて。でもブラウンかけるブラックって可愛いですよね。もう鉄板ですよ ね。結構このもうセットで去年から持ってるものなので合わせてたんですけど、ブーツカットにするだけでなんかすごい新鮮になっていいなと思って、うんうんうん、確かに。はい、裾直しされてますか？裾直してます。あ、やっぱそうですよね。1センチか 2.5 くらい上げていて、ショートブーツとかだと直さなくてもよかったんですけど、うん、まあ、夏に買ったのもあってフラットシューズで合わせたいなと思って切っちゃいました。青山のスタッフにだけを切ってもらいました。ミシンで直してもらいました。でもやっぱ全然お直ししても形は崩れないですね。そうですよね、うん、なんか身長的にセミフレアの方がそのまま履けるかなと思ってたんですけど、どうしてもこの色とこの感じが良くて。確かに、はい、セミフレアにはない色ですもんね。そうなんです。結構ブラックのフレア系履きたい方は小柄さんでもこのブツカットは履けるので、うん、おすすめです、うん、なんかちょっと前まではそのブラウンに合わせるものが例えばなんかベージュだったり、あ、そうか、なんかエクリュー、きなりだったりしたと思うんですけど、うんうんうん、それにブラック合わせるのがちょっと年っぽいなって。ブーツカットもね、今まさにトレンドって感じでいて、そうです、いいですよね。その今持たれてるバッグは、これアバケーションのバッグです。マッキーが持ってたのと、あ、そうです。色違い、色違いですね。今年結構キラキラが流行るじゃん、流行ってるじゃないですか、うんうん、なので結構キラキラものは今注目してて集めたいなとも思ってます。なるほど。バレーシューズ結構前から履いてるやつなんですけど、今年は特に出番が多そうです。カラーで統一感を出すのがなんか佐野さんコーデって私思います。一気にこうおしゃれな雰囲気を出してるなと。めっちゃおしゃれさんだなと思います。ありがとうございます。佐野さんありがとうございました。ありがとうございました。おはようございます。おはよう。まゆさん初めての出社服です。やってきました。ここで来るんだ。ここで来ます。どうですか初めての？いや、緊張してます。YouTube 初デビューです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のコーデはこのヤヌークのジレを主役にしたかったので、はい、中は結構ブラックでシンプルにまとめてモノトーンコーディネートにしてみました。今季はシルバーとかゴールドとかちょっとキラキラしたものがすごい気分なので、まあ、シルバーのパンプスだったりちょっとジュエリーをシルバーで合わせました。今回一押しの秋アウターということなんですけど、はい、それをそう、これやれた理由を、これがヤヌークの新作で、これすごいのがマルチウェイで着れて、うんうんうん、これ今日はジレタイプで着てるんですけど、上にあのショート丈のジャケットを羽織って、はいはい、ロングコートとしても着れるし、ショートタイプのジャケットとしてもサンウェイで、そうですね、はい、使えるアウターで、もうめちゃめちゃお得と思って、うん、あのアウター最近買ってなかったんでこれ買いました。で、素材もすごいしっかりしてるので、うん、大人っぽく着れておすすめです。で、そのアウターに合わせたパンツは、パンツはこれがブーツカットで、はい、まあ、ちょっと黒にしたいけど、こうちょっと加工感があるものがいいなっていうところと、うん、まあ、スタイルアップ
かいつもテーマなので、ブッカと本当にスタイルよく見えるので好きでよく履いてます。実はあのボトムスとバレーシューズは佐野さんと全く一緒だったんですよ。本当？色も嘘、今こういう気分なのかな、みんな。佐野さんもそのやっぱ今年はちょっとシルバーとかキラキラした気分でっていう風に言ってたので、うんうんうん、今年はもう絶対マストですね。マストですね、はい、これ本当にでも来る時いつも自転車なんで、あの自転車っていうか保育園まで自転車なんで、はいはいはい、これは脱いだり なんかこう、こういう感じにして来ました。長いもの自転車ちょっとねあれですよ、ね、そうでもやっぱりなんか子供と一緒だと着れないものを、うん、あの出社では着たくなったりとか、なるほど、はい、するから、そういうのを楽しんでます今は。はい、はい、ではまゆさんありがとうございました、はい、ありがとうございました。え、ちょっと今違うかもしれないです。何をしてるの？何ですか？いや今あの食堂つむつむないんですよ。え、出社服なんですけど。あとでもいいですか？二人は実はヤヌークつむつむ部つむつむ部やねんな。なんで？いや、つむつむ部です、うん、はい、部員は他に結構集まってきたね、はい、最近一応部長っていう感じ。ああ、なるほど、吉が部長。そう、はい、部長で、あとひらちゃん、うん、まーさん、うん、あとじゅん5人ね。はい、結構スコア競ったり、あのハートを送り合ったり、はい、そうね、ランチ後はいつもこの時間っていう感じだよね。そうです、うん、はい、ということで、あの出社服もういいかな。始めようか。出社服を取らせていただきます。はい、お願いします。お願いします。ではグッシーです。お願いします。お願いします。こんにちは。こんにちは。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。終わりに。はい、では今日のグッシーのコーデはどんな感じですか？はい、10月で秋なんで、うん、秋っぽく仕上げようって考えて、カーキカラーをもうこれでもかっていうぐらい使ってるコーディネートにしてみました、うん、そのカーキのアウターはこの秋一押しのアウターですか？一押しですね。4年前、5年前ぐらいかな、うん、にあの実はあの得意先さん をこう出張で回っている時に、うん、そこの店舗で購入したアイテムなんですけど、はい、もともとはすごい綺麗なカーキの色だったんですけど、うん、着込んでってもうちょっとブラウンっぽい、うん、カーキっぽい、めちゃくちゃ味が出てきて気に入ってます。自分だけの味みたいなのが見える。そう、デニムもそうですし、あとはレザーとかはやっぱりこう長く使えば使うほど愛着が湧いてくるっていうので、まあ一着は持っときたいアイテムですよね、うんうん、でもこのグッシーといえばこのアウターみたいなぐらい、結構秋口とかになると毎年見てるイメージがあります。はい、もう秋になってアウター羽織れる季節になったら、うん、まずはこれを手に取りますね、はい、っていうぐらい大好きで、革もあのヤギ革、うん、ゴートレザーってヤギの革なんで、まあ、すごい柔らかくて軽いし着やすいし、まあ、あとはこう武骨なすごいあのなんだろう、男らしいレザーってたくさんあると思うんですけど、うん、まあ、なんかすごい洗練されてるというか、うん、無駄な付属とかも特になく、確かに結構もう綺麗めにもう着用できるアイテムで、あんまりこうワイルドになりすぎないという、うん、確かに襟がねついてると結構こうかっこいいに寄りすぎる感じがするけど、お、詳しいですね。あれそうなんだ、ね、いや僕も ここの首周りはすごい気に入ってるポイントで、どんなコーディネートにも合わせやすい、うん、っていう感じでよく着てますね。で、それに合わせてパンツは今日は？パンツは今までずっとワイド系を履く日々だったんですけど、はい、ちょっとたまにはと思って、うん、あの今回はフィリップ、うん、テーパードのシルエットですね、はい、を着用してきました。珍しいね、いつもこう、うん、ベンルーミーみたいな感じなんですそうですね。で結構こうやっぱり今のこうトレンド的にもワイドがトレンドに上がっているので、うん、他のメンズスタッフも割とこうゆとりのあるパンツを履きがちだと思うんですけど、うん、やっぱりこうたまには
こういうテーパードのシルエット履くと全然こう気分が変わるというか。確かに。それ裾の折り方とかもちなみにポイントやったりする？あ、これもポイントというか、うん、そうですね。テーパードのシルエットだと、割とこうローカットの靴を、うん、合わせがちだったんですけど、今日はちょっとでハイカット履いてるよっていうのも見せたいし、見せられるしっていうので、ちょっと丈感はバランスをとって二乗にしてみました。ではありがとうございました。ありがとうございました。では総吉です。お願いします。はい、お願いします。今日のコーデはどんな感じですか？はい、今日お気に入りのジャケット、秋のおすすめのアウター、おすすめの歌、お気に入りのジャケット、一押しの歌ってことで、この、ワークテイストのあるジャケットに合わせてコーデを組んでみました、うんうん、ブランドがもともと好きで、スタジオニコルソンっていうブランドなんですけども、うん、買ったのが4年前、5年前くらいのもので、うんうん、かなり日焼けもしていて、あ、色変わったんや。かなり焼けて、確かにいい意味で味が出てきたなっていうジャケットになってます。僕が服を好きになったきっかけのブランドで、はい、でそれでちょっと大学生の時お金を貯めて一着買いました。でそれをもうずっと着続けてますね、じゃあもう大事にしていかなきゃいけないね。そうですね、もう大事に大事に着ています。でそのジャケットに合わせるパンツは、まあ、サンデーペインターの新色で出たエクルのパンツになります。はい、それ気に入ってるよね。これ気に入ってますね。この前の出社服の時に、ブルーのサンデーペインター履いていたんですけども、うん、ちょっと新色で出たので買っちゃいました、はい、バッグはいつも大きめですか？そう、毎度恒例大きいバッグしてるんですけど、ね、はい、特に何が入ってるってわけではないんですけども、毎回ね、はい、でも手ぬぐいは入ってます。今日もちょっと今日の手ぬぐいは、はい、今日の手ぬぐいは、はい、かわいい、こんな感じ、かわいい。そう、直島に旅行に行った時に、はい、買いました。今日もサウナに行くの？これから？あ、いや、今日は行かないです。そうですね、僕いつもハンカチとか、ハンカチ持ってないと落ち着かなくて、うん、でハンカチってやっぱ洗濯した後畳んで綺麗にしないといけないんですけど、それどんどん溜まってってるんで、手ぬぐいパッと入れて、うん、あ、手拭けるように入れてます。トイレとか行った時にこうやって風でバーッて洗うやつとか、うんうんうん、あんまり僕好きじゃなくて、はい、もっとハンカチでやっぱり拭きたいので、うん、でもそうない時にこれをポッとカバンに入れていつも使えるようにしています。はい、では総吉ありがとうございました。ありがとうございました。じゃーん、出社服です。こんなパターンもあるんですはい、ではジュンです。お願いします。お願いします。今日はどんな感じのコーデですか？はい、今日は、もうかなり秋の気分になってきたので、うん、ルーミーのコーデュロイを買い足したんですけど、うんうん、それをベースにちょっと考えたコーディネートになります、はい、その一押しの秋アウターと聞いてたんで、うん、今回はもうちょっと短丈のサファリジャケットみたいなものをコーディネートしました、うんうんうん、かわいい、めっちゃかわいい。今季ちょっと北をそうかなと思ってて、うん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 、っていうのもやっぱりルーミーがまだまだ気分なので、確かにそのボリュームがあるパンツに対してちょっとだけ短めのジャケットをコーディネートしてます、うん、ちょっと長いとバランス感みたいなのが難しかったりするから、そのレディースのジョーンとかもそうだと思うんですけど、うん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 、ちょっと短めに仕上げるとより今っぽいのかなと思って、このお気に入りアウターを着てきました。結構そのシューズの白いラインと T シャツの白が結構ポイントになってる気がするんですけど、はい、そうですね、気づいてくれました、はいはい、この靴も一緒にもう本当ルーミーベースで考えてるんですけど、あ、そうなんや、靴も一緒に買い足してて、うんうんうん、今このアディダスのサンバっていうシリーズがすごい人気で、うん、結構海外セレブとかもデニムとサンバ合わす方がすごい多いので、それで気になってて、あんまりドレスシューズばっかり履くんですけど、うんうんうん、スニーカーが珍しく気分になってて、そうよね、スニーカーのイメージあんまりないかも。そう、あんまりスニーカー履かないんですけど、うん、今デニム履くならちょっとサンバいいなと思ってて履いたしましたね、うんうんうん、しかもなんかそのカジュアルすぎないっていうのが結構いいかも、純らしいかもね。そうですね、ちょっと綺麗めにはしたいので、うんうん、モノクロで抑えながらもちょっと白をアクセントで刺すっていうのがちょっとコーデのポイントかなと思います。やっぱそのヘッドホンもポイントですか？ヘッドホンがアクセサリーの代わりにつけてますね。あ、確かにアクセサリーなくてもポイントにはなるよね、はい、あんまり効かないです、だから飾りですそういうこと、はい、はい、ではジュン、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。どこ行ってた？今ね、ちょっと展示会にね、2人で外出してた。あ、そうなんだ、ね、帰りなさいということで、はい、今から
昨日言ってた出社服を見させてください。はい、ちゃんとアウター着きました。着きました。今日のコーディネートはどんな感じ？今日のコーデは楽ちんなんだけどカジュアルすぎず綺麗めみたいな。展示会があったから歩くからヒールとかはあれかなと思ってそのぺったんこのローファーにして、このアウターがないと結構シンプルかなって思って、何羽織ろうかなって思った時にやっぱり結構アクセントになるからデニムとの合わせもちょうどいいかな。なんかワンピースとかも可愛いけど綺麗め見えしすぎちゃうからちょっとデニムにも合うかなと思って今日はこういうコーデにしてます。可愛い。あ、暑くない？ん、ちょっと暑いかも。でもやっぱりこれは秋っぽくなんかファーだからさ、秋っぽくより見えやすいから、うん、なんかまだ頑張れる。そのアウターはどこの？はアニャンさんの。あー可愛い。なんでそれを選んだん？あさみちゃんが着てたのが可愛くてで本当になんか結構こういうベストなんかファーじゃなくてもベストとかって結構最近よく見る。秋でも春でもよく見るから、うん、やっぱこういうのあんまり持ってないけどなんかすぐに着るだけでおしゃれになるかなと思って買いました。それに合わせてるデニムは？デニムはレアの TVS です。そう、なんかファーってすごいゴージャスに見えやすいのに、うん、そのレアの TVS がやっぱりよりヴィンテージ感があるからすごく程よい、程よいよね、バランス感になってるなって。なんかこれ合わせる時もブラックで締めてかっこよくしようかこっちのもうザ・デニムを持ってこようか悩んだ。なるほどね。そう、なんか黒もブラックコーデにこれとかでも可愛いんだけどなんかさすがに展示会行くのに決めすぎてるかなっていうのがあったから、なるほど、ね、今回はレアの TVS です。ではマッキーありがとうございました。ありがとうございました。りさちゃんの今日のコーディネートはどんな感じでしょうか？今日はマッキーさんと同じで展示会なので歩きやすいようにローファーにしたのと、うんうん、あとまだ10月なんで、うん、ベロアっぽいんですけどちょっと透け感ある感じのトップスなんでなんか季節感ちょうどいいかなって思ってこれにしました。可愛 い、 いそのベロアのトップス。ありがとうございます。今日のミッションである秋の一押しアウターでそれはどこのですか？これザラのでもう3年前ぐらいに買ったのずっと着てます。そうなんや。なんでそれを買ったん？ジャケット前から欲しかったんですけどただの黒だとシンプルすぎかなと思って黒だけどちょっとレザーのジャケットを選んでみました、うんうん、なんかこういうさライダースジャケットっていうよりかは、うん、なんかねテーラードジャケットのシルエットやからね綺麗めな感じでも着れるのがそれすごい可愛い。使いやすそう。ライダースっぽいのだとちょっと強めな感じになっちゃうかなって思ってこういう形の方が着やすいかなって思ってそれにしました、うんうんうん、それに合わせてる今日のデニムは？デニムはジョーンの新色の FVB です。でワンウォッシュとかブラックでも可愛いかなって思うんですけどこういうなんかちょっと緩いぐらいの感じの方がちょっと気分だったのでこれにしました。うんうんうん、ちょうどいい。それで抜け感が出せて可愛い、うん、バッグそのちっちゃいのめっちゃ可愛いなと思って。ありがとうございます。秋カラーで。どこの？ランデブーってとこの。でこれとあとトートバッグみたいな感じで出勤してます。さすがにさすがにそれだけだと。さすがにこれだけじゃ、はい、はい、ではみさちゃんありがとうございました。あ、でもこれは多分紹介できないですね。多分カットすけど。あ、ダメだね。うわ、ダメだね。こんな感じ。ダメだね。